テンポの速いしゃべくりと直い歓声で先週は見事銀賞を獲得。審査員の目がさらに厳しくなる6週目に挑むはツーツーレロレロ。じゃあ、いかせです。でもですね、俺たちね、悪口ばっかり言ってきたのね。で、これからやっぱり爽やかなイメージで、爽やかなイメージでやろうと思って、こいつにシャツ買ってきてもらったらこれだ。これだよ。田舎のチンピラだぜ、これじゃん。お前、田舎の海水浴場行って焼き鳥もろこし売るのか、俺これで。しょうがない、もうね。もう三流大学ボロクソ。言ってきたんですよ。拓殖大、水で割ったら国士官とかね。日体大も、できた。最近ね、三流大学新しいの見つけちゃったよ、お前。見つけたの？名前聞いただけで笑っちゃうぜ、お前。図書館情報大学。大学の話いいや、もう。たまに女の子の明るい話を、ね。女の子、女の子さん。でも最近、女の子って言えばね、どういう男の子が好きかって言えばさ、タイプ？必ずスポーツマンが好きって言うんだよね。これは多いや。そんなにスポーツマンが好きなら日体大の前に立っとけば。普段はね、日体大の連中がバーッと来た時にさ、とわみするんだ、とわみ。ヒューマン。そんなことじゃないんだよ、お前。鉄棒に取り持ちをつけとくとかね。食い身じゃないんだから、あ、捕まったとかね。そうだ、それ。いろんなことを考えていけなきゃいけないんだよ。日体大ばっかりよ。日体大行ったよ、この前。あったんだよ。またあったの、何？パブでさ、飲んでたの。なかったの？そしたら、ドーうーでも、怖かったからさ、こっちでそっと見てたの。陰険だね、そしたらさ、全員がさ、トイレットペーパー、体中にバーッと巻きつけてさ、見れて。宴会芸だろ、いいじゃないの。会話がせこいの、会話が。会話？何？すごいんだよ。俺、今度生まれ変わるときはね、松坂慶子のパンツになりてえ。あ、よく言うね。俺なんかさ、小手川優子のルージュマジックだもん。ルージュマジック、おめえ面白いこと言うな。どこが面白いんだよ、お前。どこが面白いんだよ。他人の会やねん。どこにギャグがあるんだよ。なんだそれ。これ俺はいいじゃないの、こんなの。もう日体大というとね、酔っ払ってさ、肩組んでさ、集団でね、サイだよ、サイ。サイビルにドーンとぶつかってさ、ビル倒したりするね。あいつら撲滅運動しなきゃダメ。撲滅運動？もう社会から出しなきゃダメだよ。なんで？ディスコの前にはさ、日体大風の方お断りとか書くとかね。そういうのでね、まあ、電車の中にはさ、三流大学シートって設けてさ、で日体大一人殺した人には、酒田貿易からラドーのペアウォッチをもらえるとか。日体大ばっか言うな、そんなにさ、確かにね、あの一理あんの言うことは、そう、大学の価値が下がってきたじゃない。ほら、お前が喋れるさ、しらけてきたじゃん、お前。卒業証書1枚も取ってもさ、価値下がってきたじゃない。そう、価値が ね、確かに駅弁大学で価値が下がってきたでしょ。そうなんだよ。もう卒業証書も価値観も全然ないね。でも東京大学ってね、やっぱりね、これはまださすがにね、もう東京大学の卒業証書ってだけでさ、人間国宝、飯塚松寛斎の作る竹細工って感じするでしょ。価値あるね。知的だ、知的だ、お前。大東文化大学、大東文化大学、お前ディスコの件と一緒にさ、六本木と新宿で配ってるの。卒業証書いかって捨てられたのよ、お前。じゃあ高千穂商科大学。高千穂商科大学、お前、政教新聞とかさ、そう赤旗みたいにさ、知らぬ間に、もうほら郵便ポストの中にさ入ってるっていうのあるじゃん。どういう意味だそれ。朝起きたらさ、パーティー大丈夫、卒業証書入ってんだよ。ああ、卒業証書街中に配って出すんだよ、そんなもん。そういうのあるんだよ。亜細亜大学は、亜細亜大学、亜細亜大学卒業証書100枚で漏れなく日大の卒業証書1枚もらえるっていう。日体大はじゃん。日体大なんかすごいよ。職業安定所なんか行ったことあります？職業安定所行くとね、高く積み上がせられてね、下の方にさ、ご自由にお取りくださいって感じ。言いたいこと言いやがって。駒沢出てねえんだね、てめえの大学。駒沢いいもん。バカ野郎、駒沢大学万歳。お前の大学なのに坊さん作ってさ、全国に繁殖させてんの。それも賛同してやっと入ったんだから。お前駒沢大学バカにしたろ、お前。なんだよ、バチ当たるぞ。どうなんだよ、お前。駒沢大学怒らしたら怖いぞ、お前。駒沢大学の学生が一言ボーンと言えばさ、全国からさ、白い和服を着たやつがさ、お遍路さん。ジジババ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 
眠れねえぞ。自分の大学だろお前。駒沢大学完璧だもん。ナンパだって完璧だお前。ナンパ六本木でモテるモテるお前。どうすんだよ。可愛い女の子がバッと通るんだぞ。宗教信じますか。ナンパ、それはナンパじゃないよ、不況だよお前。免罪配ってんじゃないかもしれない。でも駒沢大学なんかね、宗教の学校だけどさ、これからやっぱ宗教 PR しなきゃいけないな。 PR どういう宗教を CM するんだよ、バーッと。 CM は、テレビで。じゃあ宗教言ってみようか。ちょっと俺ベスト5を今日考えてきたから。ベスト5言ってくれる。お待たせしました、ズレのが選ぶ CM シリーズ、今週は宗教編です。第5位は天台宗です。どうぞ。チャ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 、ボンさんはまだ16歳だから、教えに誘われて仏にさらわれて、センチメンタル天台宗。続きまして、今週の第4位は真言宗です。どうぞ。ピッカピッカの真言宗。真言宗入ったら喧嘩せえへんで。厳しいの。盛り上がって盛り上がって。今週の第3位は新浄土真宗。どうぞ。よしよし、うん、あいつだ。少し信じて長く拝んで。今週の第2位は浄土宗。どうぞ。回る回るの王民、拝む拝むの王人、走る走るお遍路さん、みんなみんな浄土宗、浄土宗のマーク。極楽日曜劇場の時間がやってまいりました。じゃあもう最後だ。ナンバーワンは今週のベストワン、第1位は臨済宗です。どうぞ。はいはい、パス。はいはいはい。ねえミキ、ミキも臨済宗にしたの。うん、大病地区で安心なの。臨済宗。どうもありがとうございました。先生のお願いします。いや面白いですよ、ねえ先週に引き続き、あのなんか自分たちの道を開いたような感じですね。あのコマーシャルっていうのは面白いね。ねえ、ねえ、ねえ、うん、本当にあのなんか宗教でもね、なんかあなたがやってると非常になんかあの朗らかないい宗教に思いますけども。そうですか。いや、でもあの本当駒沢っていうのはあれなんですか、そういう宗教の。ああ、そうですか。私でも誰もそういう感じの卒業生いませんよね。だけどね、大学言ってさ殴られないようにしなきゃいけないけども、まあもっともね、あのこの学生さん騒げてるからね。でも中には冗談じゃないと怒る人いるかもわからないけれども、最後にほらあなた自分の学校弁護したでしょ。 あれおかしいですよあれね。ですから他のもさんざなんか悪口言った後なんか救いという意味じゃないけれども、今度逆にその今のコマーシャルじゃないけど、逆になんか褒めるような少しわざとらしくなっても、そういう歯止めみたいなねものがあってもいいなと思いました ね、はい、本当に新しいスタイルのね、あのコマーシャルの生き方をね。そうですね、面白い。あれはあれで2人 の、 あの考えてやってることでしょ、はい、ああいうものをどんどんね膨らましていくの方がいいと思うの ね、 ね、うん、だから最初のところのやつはちょっとね、あの食いつきのところはちょっとこうあの先週に似てたけども、うん、あれをちょっとねもうちょっと早くいった方が ね、 ね、はい、こっちの方を伸ばしていった方がいいと思う ね、はい、ね、最後でどーっときたんですね。さあ、はい、快進撃で6ね来てますもんね、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございました、はい、どうもご苦労さまでした、はい。そうですね。え、新人の方、別室の方で一つよろしくお願いします。今日は同窓、同窓が一つあるわけですよね。はい、はい、これです、アッパーエイトさんが持ってきましたね、はい、ね、持ってきますって決めちゃいけないけどもね、はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫だと三原が言えば大丈夫なのね。三原の予想では今週は何組残るでしょう。3組で、そんなことやないで5組残ってほしいな。あなた厳しいわね。はい、じゃあその結果の発表の前に見ないと損する素敵な情報です。ピンポン。さあ何組がそっから出てくるでしょうね。私たちは気楽に言ってますけどね、本人たち乗ってる人は大変です。大変ですけど、はい、参りましょう。参りましょう。そして同じ6週、
ツーツーレロレロ。レロレロ。じゃあお待ちください。かなり平気な顔で。よっ。ツーツーレロさんに、ご忠告は、はい、ちょっと今のところまあネタで持ってるけども聞いてて疲れるのね、非常に肉体的に。それからそれをお客を疲れさせないような喋り口と間を研究しないと、間を、ね、ということ、はい、ということまた来週も光りましょう、はい、どうもありがとうございました。スターへの道のりは自分との長い戦いである。その戦いに勝ってこそ栄光をつかむことができるのだ。未来を目指す者はいつもくじけることを知らない。目指せスーパースター。偉大なるスーパースターとしてスポットを浴びるその日まで飽くなき戦いがあるのみだ。さあ来週も爆笑。